関口あいみの猫舌レビュー。おはようございます、こんにちは、こんばんは。関口あいみです。突然ですが、お菓子は温めると美味しくなる。お菓子って温めると美味しくなるんです。ということで、この猫舌レビューではですね、ちょっと私猫舌なんですが、いろんなお菓子を温めてどうなるかを検証していきたいと思います。まずこの第1回目はですね、温めて美味しくなるお菓子の代表格、じゃじゃん、カントリーマアムのプレミアム、カントリーマアムプレミアムというやつです。早速温めてみましょう。あ、一個一個入ってます。そんなに量入ってない、いいやつって感じがしますね。あ、もう入ってるじゃ入ってるわ。おー、キラキラしています。ではでは、3つぐらい開けて温めてみましょうね。これは絶対おいしいよね。きた、はい、できましたよ。はい、匂い。ではでは、あ、超柔らかくなってる、ふにゃふにゃになってる。いただきます。美味しい。あ、温めすぎちゃいましたけど、美味しい。やっぱり美味しいです。熱いな、舌がちょっと感覚が麻痺してます。でも本当美味しい。ほら、ということで、カントリーマアムプレミアム温めたらとってもとっても美味しかったです。見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。またね。お蕎麦とか冷たそうめんとか冷たいものをフーフーしちゃう、うっかりフーフーしちゃうって猫舌あるあるですよね。もういけるかな。うん、美味しい。